皆さんこんにちは。サンクチュアリ TV の時間でございますが、皆さんいつもご視聴ありがとうございます。今日もですね、サンクチュアリ出版で開催していただいてます、もう大好評の、イベントの、登壇者の方をお迎えして、インタビューする番組でございます。今日も素敵なイケメンに来ていただいております。エレンさんです。どうも。おはようございます。エレンでよろしいですか？はい、エレンでお願いします。はい、いつからエレンですか？僕一応この業界ビジネス始めて7年目になるんですけど、7年前にもうビジネス始めようと思った時に、もうエレンっていう名前でやっておこうと決めましたね。あ、ご自身でね？そうですね、はい。なるほど。小学校幼稚園の時からエネ言われとったわけないんやろ？ではないですね。なるほど。エノちゃんとかエノッチが多かったですね。エノッチが多かったですね。なん、たまごっちみたいな。やっぱ小学校とか血をつけたがるんで。なるほどね。はい、エネはいいっすよね。でもね、エネはいるんですか、そのビジネスとかで？はいないですね。当時僕もともとその、ビジネスやっていくって、結構僕ブランド化していくって大事だと思ってたんですよ。もともとブランディングとか分かってない時代だったんですけど、やっぱ覚えてもらうためにって考えた時に、ネットで検索をしたら、エネヤンっていう名前がいなかったんですよね。そしたらこれ絶対検索されるようになるし、で、あとポイントなのが、エネヤンびっくりマークっていうのをつけておいて覚えてもらいやすいように。あ、なるほど。エナヤン、はい、ってなってる。そうですね。はい、エナヤンになってるのか。そうか、ビックリマークね、はい。なるほど。ブランディングということでしたか。そうですね。はい、エナヤンは今、はい、どんな活動をされてますか？ですね、いくつか僕自身は活動というか、会社を一応何社か経営はしているんですけど、もともとはアフィリエイトっていう、皆さんこれ見ている方だとおそらくブログっていうのが初めて書いてあるんですけど、ブログを使ったアフィリエイトを主にやっていて、そこから起業して、その後 YouTube の会社を立ち上げたり、あとはもう全然儲かってない音楽の会社を立ち上げたりして。あ、音楽の会社もやる。そうですね。年間で500万ぐらいの赤字会社なんですけど。それちょっとまずいですね。まあでもなんか趣味という感じで、もともと僕バンドやってたので。あ、なるほどね。音楽好きで。そうですね、一室借りて、そこにもちょっとスタジオの設備入れて、やってたアーティストにお金を払ってるみたいなので、赤字会社みたいな。あー、なるほど、はい。だからうまくいったらこうレコード会社的な感じ、なんかそういう感じにしたかったんですけど、ちょっと忙しすぎて僕があんまり手をつけられないんで、とりあえず給料払うだけの会社みたいな感じ。あ、なっちゃったですね。でも男の夢ですよね。そうですね。レコード会社やってましてめっちゃかっこいいですよね。はい、なんかそういうのをかっこよくしたいなと思ってやったのとか、あとは最近ですと、やっぱり僕女性、もともとバンドやってたので、女性とお付き合いっていうか、お話しする機会とかも結構あるので、女性に向けたその美容の商品っていうのを販売してまして、最近ですとそういうのをインフルエンサーさんってインスタで結構いらっしゃるじゃないですか、綺麗な、はいはい、フィットネス系の方とか、いる。そういった方に、弊社の商品を紹介してもらって、拡販してもらって紹介していただくっていう。あ、なるほどね。美容通販会社もやっております。あ、美容通販会社で、はい、オリジナルの商品もあって。そうですね、作って、はい、やってます。で、こう美しい方にこう、そうですね、感想をシェアしていただくような、はい、そうです、はい、まさにその通りです。それいいですね。後でちょっと、はい、インフルエンサーの方紹介していただいてお決まりでございますね、はい、あ、なるほど、いろいろされているということですね。そうですね、はい、あれですか、もっともっとだからそのサラリーマンお勤めされながらっていう感じで。そうですね、始まって、先ほども言ったように僕もともとバンドをずっとやってて、中学の2年生からギターを始めて、そこから25歳までバンド活動やってて。音楽結構やってたんですね。そうですね、もう売れないバンドマンですね、本当にお金なくて。で、さすがにちょっとやめようというか、ずっと高校から付き合ってた彼女がいて、今結婚してるんですけど、でやっぱりさすがにまずいなっていうのがあって、でサラリーマンになって、で、サラリーマンはサラリーマンですごい楽しかったんですよ。はいはいはい、はい、やっぱり当時お金が全然ない人間からしたら、普通に、ね、勤めてお金がもらえるなんて素晴らしいみたいな。本当ですよね。はい、安定してね。そうなんですよ。安定して月20数万円もらえるってすごいなと思って。で、そこから、でもなんか会社は好きだったんですけど、自分で何かやっぱやりたいなと思ってて、夢がありますよね。そうですね、やっぱり周りのメンバーはいまだに音楽やってて、メジャーデビューしたやつとか、あとアイドルに楽曲提供したやつとか、結構テレビに出てるやつとかもいるので、なんかやりたいなと思ってた時に、ブログやってて、そこで
ブログアフィリエイトに出会ったっていうところからやってますね。はい、そのブログアフィリエイトっていうのを聞いてきたんですけど、はい、なんかそのなんていうのかな、巷で結構もう聞くので、はいはいはい、もしかしてもう稼げないんじゃないのみたいな、思い込んじゃねえかみたいな、あります、ね、心配があるんですけど、はい、いやちょっとやってみようかなと思う、あの興味持ってるんですけど、はい、今日 NN に聞いて、うん、これがっぽり稼げねえってやったのかみたいな感じで聞いてるんですけど、はい、まだいけるんですか。まあさすがにそのやっぱり参入者がやっぱ年々増えているので、うん、確かにその参入障壁っていうのは上がってきているのは間違いないです。参入のところで、はい、まあ、参入自体はできるけど、うん、簡単に誰もが稼げるっていうわけではやっぱないので、なんかどうしても家でパソコンをでカタカタやりながらお金を稼げるみたいな、ね、ネットの情報を見てしまうと簡単に稼げると思うんですけど、うん、実はそうではなくてビジネスなので、ね、それを見てくれるユーザーさんがいて、こちらが価値を提供していくっていうことでお金が、ね、もらえるビジネスなので、そんな簡単ではないんですけど、うん、正直今からでも全然稼げます。あ、なるほど。教えてる方も本当に、まあ、女性の方なんですけど、アフィリエイト始めて、うん、まあ、全然稼げなくて、まあ、3万円ぐらいまで月稼げるようになったんですけど、うんうんうん、その方が教えて3ヶ月ぐらいで100万超えてきたので、あ、ご指導されて、そうですね、まあ、そういうことも全然あり得るし、これからまあやりたい人ってねいっぱいいると思うんですけど、全然夢はあるので、うんうん、それあれでしたっけ、そのまあもともとそのなんていうのかな、サラリーマンしながらこう副業っていう形で、はい、そうですね、バリバリ副業ですね、僕はからスタートされたんですよね、はい。そのもう時間の割合って言ったらもうあれですか、やっぱりそんなできないですよね、1日、まあ、1時間とか2時間とか、そういうところでやっていくの、はい、ですね、はい、まあ多くの方はそういうケースが多いんですけど、うん、僕の場合はちょっともう、まあ、結果を出したいなと。あ、結果出したい。結構負けず嫌い、まあ、スポーツもやってたしバンドもずっとやってたんで確かに根性ありますわね。負けたくないなって思いがあって、まあ、何よりも自分に負けたくないなみたいな、なんかよくわかんないものがあったんですよね。いいんじゃないですか、うん、で絶対に結果を出してやろうと思ったので、ちょっと頭おかしいって結構言われるんですけど、1日9時間やってたんですよ、サラリーマンの頃って、寝てる暇ない、24時間ですからね。24時間なんですけど、でも意外にこれ皆さんが勘違いしてるのって、実は今の現代社会の人間ってスマホにやってる時間大体 2.5 時間ぐらい使ってるんです、隙間時間とか全部合わせると。ああ、見てますわね。はい、だからトイレに、ね、入ってる段階とかね、もうずっと待ってると思う。そうなんですよ、うん、なので僕の場合は結構そぎ落として1日9時間作業してました。すげえね、下手したら本業よりまあ8時間としたらね。そうですね、本業と変わらずやってましたね。ただこれって結構可能で、通勤通学ってあるじゃないですか。はいはいはい、僕池袋のサンシャインの49階で働いてたんですけど、うん、でそこまで行くのに、うんうん、大体1時間ぐらい電車に乗るんですね。はあ、なるほどね。電車に乗ってる間、まあ、勉強ができるわけじゃないですか。例えば本読むとかもそうですし、うんうんうん、今ですとオーディオブック、うんうん、オーディブルとかたくさんあるし、ありますね、なんかね、音声とかあるじゃないですか。あります、あります。そういったのも行き帰りでまず2時間、ここでもう2時間確保できるんですね。えらい。で、あとうちの会社、僕が配属されてたところはコールセンター部門だったんですよ、うん、なので、まあ、結構変則的なので、あ、なるほど、ね。休憩時間が70分間あったんですよね、うん、やっぱちょっと休まるとね、はい、うん、だったらまあ5分間でご飯済ませて65分作業できるぞとご飯短いな、うん、でもまあそれはもうしょうがない、やるしかないぞと。おで、まあ、みんななんかその当時パズドラとかめちゃくちゃ流行ってたので、パズドラ面でやってるんですけど、僕はもうひたすらブログを書いてると。すごいね、いないでしょそんな人ね。いないんですけど、でもやっぱり世の中ってまあまあ、大衆がいてマイノリティな人がいて、マイノリティに入れれば結局成功はできるんですよ、うん、ある程度結構できるから、うんうん、だから他の人たちと違うことやればうまくいくんだろうなっていうのは分かってたので、だからちょっとお前大丈夫かみたいに言われるんですけど、うん、まあ、Twitter とかでもなんか投稿した時に、なんかその当時のサラリーマン時代のスケジュール言ったら何のために生きてるんですかって言われたんですけどいや将来僕は楽するために、うん、その時を一生懸命生きてたっていうこと、そのおかげで今が、そうですね、はい、うん、あ、なるほどね、はい、やってみようかなブログな。いや本当にワンチャンあります、ワンチャンって言い方あれですけどあ、まだ もちろんビジネスですから。いや全然そうですね、本当に、うん、まあ、僕組織化してっていうか社員とか入れ出したのって2年前ぐらいなんですけど、うん、2年前の2017年って僕一人だったんですけど、うん、まあ、普通にちょっと、まあ、あんま金額出すとあれなので言わないんですけど、うん、
ちょっと頭おかしいぐらいやっぱアフィリエイトで稼げたんですよね。なるほど。アフィリエイトだけで。なるほどね。だからその時間的な話で言ってもその移動時間もしっかり使ったり、そうですね、はい、でもちろんその他の時間もやっぱり有効に活用してってっていうところが、はい、そうですね、生きてくるわけなんでね、はい、うん、あとそのなんていうのかな、まあそのアフィリエイトで言うと、はい、そのブログがありきの話なんですけど、はい、そのブログっていうのはなんかこうやっぱりなんていうのかな、専門知識あったりとかなんか得意なことがをこう発信しながらみたいな、こうなんかいけるジャンルっていうか、はい、そんなんであったりするんですか。ですね、これの方このジャンルいいよみたいな。もちろん、これジャンルで稼げる規模って決まってくるので、うんうんうん、もちろん稼げるところに行った方がいいんですよ。なるほど。で結構言われてるのが、例えば、美容とかはめちゃくちゃやっぱり稼げて、僕男性なんですけど、もともとそのバストアップサプリとかだったり、うんうん、ダイエットサプリとか化粧品とかをすごいアフィリエイトしてたので、いけちゃうんだ、いけるジャンルはありますし、うん、で絶対やった方がいいのはやっぱり金融系ですね。金融ライバルが強いんですけど、でも、うん、結構自分の体験を語れたりするんですよね。なるほど。例えば本当に借金ある人とかだったら、その借金に対するとかでもいいですし、ね、例えば僕の場合だとバンドの時はお金がなかったから、まあ、クレジットカードって楽天しか作れなかったんです、うん、まあ、金融っていうか、まあ、カードだったり、カードとかないですけど、ね、うん、でそしたら楽天カードの紹介とかもできたりするので、うんうん、結構その自分の今の体験に紐づいたことを、ね、うん、紹介していくといいので、最近僕、うん、ブロガーになろうと思って2019年新しいことを始めたんですよ。何ブロガーじゃなかったんじゃん。もともとそのアフィリエイトって自分のなんだろうな、Nやんっていうキャラクターを出さないでやっぱサイトを作って商品を販売していくんですけど、うんうんうん、ブロガーさんっていうのは自分がもう表に出ていくようなスタイルなんですよね。そうね、そうよ、はい、なので僕もちょっとエノログっていうのをやっていきたいなと思ってやって、エノログ、そう、最近やったのが、うん、僕まあそこそこアフィリエイトで稼げるようになったので、やっぱり投資の話とかがよく来るようになって、はあはあ、200万円一気に2週間で吹っ飛んだ話をブログに書いたら、うん、結構多くの方が読んでくれて吹っ飛ばしたんかい結構面白いなみたいなこと言ってくれんですよね。仲間もそうですし、初めての方とか、うんうん、なんかそういう失敗した探検団とかもいいし、まあ、なるほどね。あとは僕料理するので、料理するんだ、はい、いいな、いいパパやねそうなんですけど、どうしてもやっぱりうち双子が下に生まれたので今3人子供がいるので忙しいんですよね、うんうんうん、で僕が料理とかも結構作ったりするので、ただ時間を短縮したいから今ですとオイシックスとかヨシケイとかも使うと、もう切ってあるからいいので。なるほど、ね、それを使った感想とかを紹介するとプログラムでアフィリエイトできるので。あ、それいいね。そうですね、これもやっぱり僕はちょっと自分の体験を、まあ、体験を発信していくところでオイシックスの記事も書いていきたいなとか思っているので、結構なんか自分のなんか特別なスキルとか才能とかそういうのがないとできないと思っているんですけど、そんなことはないので、うんうん、本当に日々の家事のことであったり、うん、なんか本当に僕 T ポイントカードとか結構貯めてるんですけどそ, うなんかそういうことポイントのこととかも書けば、うん、節約術とかも書けるので、うん、あ、いいですね。ぜひね、皆さん何でもトライしてほしいなと思いますね。やったことを体験をっていう形ですね。そうですね、はい、うん、それとそのアフィリエイトにこう結びついてたら、そうですね、結びついてれば、まあ、最悪結びついてなくても、まあ、Google が提供する Google AdSense ってクリック広告があるので、うんうんうん、それを使えば、うん、クリックしてくれればお金は入りますというところですね。なるほど、はい、なんかもう話せば話すほどこうなんかお友達になりたいというか、じゃあ続きは家でみたいな感じで魅力が溢れてくるんで、はい、やっぱそのなんていうの、料理とかもそうなんですけど、はい、美容もそうだけど、はい、男性やからやると、はい、まあ、女性がやるなんて当たり前やけど、パパこんなこと料理やってくれてこんなんできるんやみたいな、あんたもやりみたいな感じでほら関西弁かどうか知らんけどね、はいはい、そういう見え方もやっぱさっき言う少ない方でマイノリティの方、そうですね、はい、ものにかなってるしね、うん、そうですね、まあ、男性女性って正直なところは別にどっちがやってもいいと思うんですけど、どうしても世の中を捨てるタイプ的にやっぱ男性は外に出るみたいな、うん、どうしても日本のね、そういう、うん、文化っていうのがまだ根付いているし、そう、ね、正直やっぱり男性の方が年収は高い傾向にはあるので、ただやっぱそういうギャップを別に狙ってるわけじゃないですけど、それを発信するとやっぱり別に僕にとっては、ね、子供と一緒にいたいからやってることが、うん、それがなんか、ね、評価っていうんじゃないですけど喜んでもらえるっていうのは、うん、まあ、生きててよかったなと思っていますね、うん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 、本当にやってるだけで、あ、そうね、うん、
もうね、サラリーマンと副業してる時はお前何のためにこう仕事してるってこの時間はないやみたいなこと言われてたけど、はいはいはい、今はすごい充実で、そうですね、はい、うん、でまあご家族も大切にされたり、そうですね、はい、うん、で何も37で引退宣言、そうですね、はい、聞いてるんですけど、はい、それ引退した後のどういうことなんかやりたいことってあるんですか？僕いくつかやりたいことはあるんですけど、ね、いろいろアイデアマンだから、特に僕唐揚げが大好きなので、唐揚げ屋さんやりたいんですよ。唐揚げ屋、はい、唐揚げ屋さん、唐揚げみんな好きですよね、はい、おう、唐揚げ屋さんいっぱいあるんじゃないですか？まあ、いっぱいはあるんですけど、唐揚げ専門店って少ないのと、うん、単純に僕が家の近くで、うん、なんか家の近くの人が来てなんか喋るような場を作りたいなって、もともとそのバンドやってたので人と関わるのが好きで、まあこういう講演活動とかもしてるんですけど、うんうん、なんかそういう場を作れるっていうのがやっぱり僕の中で最終的な着地点っていうか、なんていうんですかね、やっぱそこには僕の中では利益が全然絡まなくて、まあ、僕だけが本当に開けたい時に開けて、来たい人が来てなんか昼の定食を作った時にね、なんかそこら辺の おじいちゃんおばあちゃん来ておいしいねって言ってくれるのとか、夜はなんか飲みに来てくれる人に、あ、唐揚げもいいじゃんみたいな、そういうのが提供できればいいなっていう感じですね。それ楽しそうね。いや本当になんかやっぱビジネスやってきて、もちろん、うん、あの会社とかもいくつかやってると、まあお金って大事だなっていうのは分かるんですけど、うん、お金で多くの人っていうのは苦しんでるし、うん、お金を得ても本当に幸せになれないし、僕もお金を得たことによって何かあの幸せでなくなった時期があるので、なんかそういうのも全部取っ払いたいなっていうのがあもうありますね、やっぱり。あ、そうか、うん、あったけど、うん、むしろ逆に苦しくなってしまう、はい、そうですね、あ、まあ、変な投資の話が飛んでくるのにしっかり、あとはやっぱお金を貸してくれとかもありますし、そう、ね、なんかお金を稼いでるから悪いことしてるんじゃないかとかもね言われたりとかね、うん、まあ、そういうのは別に全然気にしないんですけど、うんうんうん、なんかやっぱり少なからずストレスにはなるというか、人間だからね、だからなんかそういうの関係なしに、なんか美味しいもの食べて笑ってる方が僕は幸せだなと思うんで、いや、いいと思いますよ、唐揚げさんね。そうですね、ぜひ気ままな、はい、あのシェフの気ままな唐揚げ屋さん、そうです、はい、やってない時の方が多いんで、エノヤンびっくりマーク、はい、そうです、唐揚げのやんね、唐揚げマーク、あ、そう、唐揚げも唐揚げ、もう結構ビジョンがね、はい、そうです、まあ、でもそういう楽しい、妄想っていうか、はい、ビジョンっていうのはもう膨らんでいきますもんね。そうですね、はい、なるほど、うん、今後37歳で引退とは言っておりますけれどもですね、はい、まあ、あのこれからも、まあ、今度はこうその地域の方にこう貢献していくっていうことにもなってきますね。そうですね、なんか、はい、うん、ま、なんかもう一個やりたいこととしては、うん、まあ、あの僕の親戚がなんか NPO 法人で、あの親がいない子たちのなんかそういう活動をしているんですよね。なるほど、うん、でそれに対して僕もどんどん関わっていけたらなと思ってて、支援ね。そうですね、いいね。なんか、まあ、世の中ではなんか綺麗事とかなんかね、そういうこと言う人いると思うんですけど、でも綺麗事言える人たちがそういうことやるしかないと思ってて、僕はやっぱり例えばインターネットで、まあ、ある程度のお金を得たことによって、うん、僕自身は本当に幸せになったし、僕の家族も幸せになったし、その周りの人たちも幸せになっていったので、じゃあどこにお金を使うかって言ったら、うん、やっぱりそのなんかおかしいじゃないですか。僕の家に来た子供は、まあ、何不自由なくこれからも多分過ごしていけるし、何、うんうん、かあった時とかもお金で解決できることってあると思うんですけど、例えば親が本当にいないとかいう人、それが幸せか幸せじゃないかっていうのはその子が決めることだと思うんですけど、でもそのことによって学校に通えないとかあることに対して何かおかしいなと思うんで、それだったら僕らが出せることは出していった方がいいんじゃないかと、まあ、僕はそれしか今できないので、うん、なんかそういう活動もできてたらいいなって、やっぱ子供を持つようになってすごく思うようになりましたね。ほんまなんかこう男臭いっていうか、こうイケメンやからあれですけど、すごい男臭い夢もあるし、ビジョンもあるし、いいですね。なんかもうそういう暑さでしかやってこなかったので。暑いね。まあでもなんかそういうのがなんかこういう見てる人にも伝わって、なんかそのまあインターネットの力ってそういうね、いろんなことを変えられるっていうのを可能性知ってもらえたら嬉しいなと思いますね。いや、ぜひ知ってもらいたいですね。もうこの動画からもね、あの動画見てもらって、はい、まあ、下にエノヤン情報をバーッと貼りますので、はい、ぜひ今後のエノヤンもですね、どんどん絡んでもらって、はい、お願いいたします。ツイッターとかでね、はい、ツイッターで、はい、もうバンバン絡んでもらってですね、はい、でうちのこの番組はチャンネル登録よろしく、はい、よろしく。エノヤンさん、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございます。